回は、小籔さんとチンジャーロースの作り方を紹介します。肉の代わりに、焼くと脂に使う器を使って作ります。それでは作っていきましょう。材料は、ちくわ5本細切り、ピーマン2個細切り、もやし1/2袋、生姜みじん小さじ1です。鍋に大さじ1の油を入れ、生姜を炒めます。風味付けに豆板醤を少量入れます。生姜と豆板醤が油に馴染んできたら、ピーマンともやしを入れ、炒めていきます。これも入れて炒めます。具材全体に油が回り炒まってきたら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油も大さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。すりガラスープまたは元を溶いたもの 50cc 入れます。味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。水溶き片栗粉を大さじ1を2回に分けて入れ、具材とスープをまとめます。ごま油を少量入れ、香りをつけます。最後に強火で軽く炒めれば完成です。皿に盛り付けます。これでちくわで簡単チンジャオロースの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。